日本東京都足立区鹿浜鹿浜は東京都足立区西部の地名。住居表示実施済みで、現行行政地名は鹿浜1丁目から鹿浜8丁目。郵便番号は123-0864である。東京都足立区の西部荒川北岸に位置する。町域面積は区内最大である。隣接する地域は北は香川、皿沼、東は谷、在家。 東北、南は、椿、堀の内、西は、埼玉県川口市東両家。鹿浜の名称が行政地名として登場するのは、江戸時代の鹿浜村が最初であった。鹿浜の鹿は、かつて鹿ではなく、獅子と読まれ、古くは、獅子は、まであった。現代でも、獅子様と発音する人もいる。獅子は鹿やイノシシなど十全般、浜は、 水分を大量に含んだ土地を表し、獣が多く出没する、水湿地帯という意味が推察できる。また、獅子は、地崩れを指し、崩れやすく安定しない河川維機の状態を言ったとも、考えられる。この獅子にも、鹿の字を当てる例が多く、いずれも後に、鹿と読まれている。さらに水分を大量に含んだ土のことを、獅子ということがあり、湿地の川にを、 獅子浜といったとも考えられる。安立地区の古名は、淵知号という名称であったが、これは安立地区が湿地帯に属していたためであった。このことからも鹿浜地区が湿地帯の一角を成していたことが推察できる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。当地域と川口駅、赤羽駅、赤羽岩淵駅、王子駅、王子神谷駅、西原駅、北千住駅などを結ぶ路線バスが多数。 運行されている。宝蔵寺回散墓碑と伝えられる章は元年の痛みを、はじめとして中世の頃に建てられた数々の痛みが残されているため、鹿浜の地にはこの頃から人が住んでいたことが考えられる。しかし、鹿浜村の名は江戸時代初期までは文献に登場していない。鹿浜村の範囲は現在の鹿浜地区よりも広く、南は 現在の新田地区の隅田川岸まで、北は香がさらぬを越えて、現在の入谷地区まで達していた。また、現在の新田地区もかつては鹿浜神殿という鹿浜村の分村であった。大正時代に行われた荒川放水路の改作によって鹿浜は分断され、足立区成立時に放水路以北は北鹿浜町、放水路以南は南鹿浜町とされた。 現在の鹿浜地区の大部分はこの旧北、鹿浜町に属する地域である。そのうちかが、皿沼などの他地区に混在していた地域は、住居表示の実施時に周辺の町名に再編された。旧南鹿浜町は現在に行った地区の一角を成している。ありがとうございます。